はい、ということでですね、本日の、セミナーといいますか、どっちかっていうと、ワークショップみたいな感じで、また今日も実践的なものを踏まえてやっていきたいと思います。で、ちょっとですね、仕事なんですけれども、昨日、一昨日と、六本木と渋谷で、セミナーやってたらちょっと声がガラガラなんですけど、ご了承ください。で、あとですね、一番最初まず聞きたいんですけども、前回来ていただいた方っていらっしゃいます？ちょっと手を挙げていただいても大丈夫ですか？あ、じゃあそちらですね。はい、わかりました、ありがとうございます。で、前回ですね、来ていただいて、皆さんいろいろ学んで、その後実践して記事書いてもらったりしたと思うんですけども、2、3日前ぐらいに、そうですね、動画を配信したと思うんですが、そちら見ていただいた方ってちょっといらっしゃいますか？あんまりですね。あんまりですね。わかりました。では、前回来ていただいてない方もいらっしゃいますので、また明るく改めてセミナー進め方というか注意事項ですね、まずはじめに、スマホダウンロードしていただきたいと思います。で、質問はですね、こちらの方から質問の時間とか言いますので、その時に質問をしていただければと思います。で、3つ目が、あとシェアタイムというのがあったりとか、あとワーク、今これやってくださいって言ってやってもらったりとか、今まで、この瞬間、2、30分学んだものをみんなでこう話し合って、要領をまとめて、頭の中にこう入れて、で、アウトプットする時間みたいな感じで、シェアタイムっていうのもまた今日もやっていきたいと思いますので、合図というか、こう私がこう言ったらやっていただくというような感じで進めていきたいと思います。で、今日はですね、日曜日で休みかと思いますけども、朝早く来ていただいて、まずは ありがとうございます。今日来れた方、来れなかった方いらっしゃると思いますけども、本当に私もよくセミナーとかやっていまして、やっぱり本当にね、当日欠席してしまった方とか、当日遅刻してしまった方とかいらっしゃいます、いつも。ただ、そこでね、頑張って、来ていただいた方っていうのは、ほとんど確率で、人生変わっている方もいらっしゃいますし、本当ただセミナー来ただけだけど集客できるようになったりとか、昨日おとといはどっちかというと法人様向け、どっちかというと事業様向け、結構今日女性もね多いんですけども、サロン、エセサロンさんとか営業サロンさんとか、そういう女性 の個人起業家の方向けのセミナーだったんですけども、やっぱりセミナー参加して今日もおしゃべりますけども、おとといと昨日、おとといは、僕がどっちかというと YouTube の方とか喋ってたんですが、来ていただいて、で、それだけでも、セミナーを受けて、帰って実践しただけでも、予約が取れない、状態になったりとか、される方、本当にいらっしゃいます。ただ、当日来れなかったりとか、して、チャンスを逃すという方と、ちゃんと来て、実践して結果を出す方っていうのは、本当に目に見えて意識の高さで本当に結果が違うんだなって日々私も思っています。その中でね、やはりここに来ていただいている方にはぜひ結果を出していただきたいなと私も思っていますので、よく注意して聞いて、であくまでも実践するというような気持ちで聞いていただく、学ぶんじゃなくて実践する。私もいろいろなコンサルティングをやっていますけども、やはり学ぶだけでは結果は出ません。ビジネスですから結果が全てです、さっき言って。ただ学んで、分かった、学んだ、いろいろ分かった、分かるとできるってよく違うっていうじゃないですか。だからそのできるっていう部分に落とし込んで、今日は帰っていただきたいなと。そして、できるっていう部分に落とし込むためには、今日実践も前でやりますが、実践していただいて、で、帰っていただいてちゃんとやっていただく。で、結局は地味な作業になってしまいますので、その辺を、最初本当は地味なんだけど、こういう
未来がちゃんとあるということも最初踏まえてお話しさせていただきたいなと思います。はい、それではですね、先ほどチャットワークの方の登録とかはまた後ほどやりますので、まず最初にアメブロのブランディングについてっていうことをお話しさせていただきたいと思います。まあ、ほとんどね、前回来ていただいた方ばっかりなので、私が漢字が苦手っていうのはね、分かっていただきたいと思います。またいろいろちょこちょこひらがなで書くと思いますが、それをご了承ください。はい、ということで、始めたいと思います。ブランディングについてです。よく言われることなんですが、まあ結構ね、最近は、Facebook とかでもブランディングについてとか、なんか投稿してる方とかも、いらっしゃると思うんですが、そもそもブランディングについて、そもそもブランディングって何なのかっていうところから、ちょっと始めたいなと思っています。で、そうですね。そしたら、まあ、動画がほとんど見ていただいてないということで、メディアということについて、先にお話しさせていただきたいと思います。YouTube もそうですし、ブログもそうですし、Facebook もそうですし、Twitter もそうですし、あとはいろいろね、まあ、最近結構来てますけども、まあ、Instagram とか、どうでしたっけ、買収されましたよね、Facebook 買収されたんですね、Instagram が。で、なんか最近来ると言われていて、僕は芸能人とかも、拾ってやっています。で、アメブロも芸能人がやっている、すごくやっている媒体ですね。で、なぜ芸能人がやっている媒体が育ってくるのか、それは、まあ、メディアだからっていう部分が非常に大きいですね。で、そもそもテレビです。皆さんがよく分かりやすい、お家のテレビですね。さ、テレビってよく見ると思うんですけども、テレビっていうのはメディアです。で、あとは雑誌とか、電車の釣り革効果、あと雑誌とか本とか、まあ、要は皆さんがよく目にするものが全部メディアっていうふうに捉えることができるんですが、私たちがやるのもメディアなんですね。で、ブログっていうのもメディアです。見ている媒体というのがメディアなんです。で、そもそものテレビの構造っていうのは、これ視聴者ですね、私たちが家で見ているテレビで、このテレビっていうのはそもそもテレビ局っていうのがあります。まあ、これフジテレビとか、まあ、テレビとか呼ばれますけども、で、
ここに、企業というのがあります。そもそもテレビ局の収益っていうのは会社様から出てます。会社様の CM ですね。 CM 会社さんの CM 料で成り立ってます。実際にテレビの番組っていうのは、番組自体は収益は全く生んでないんですね。実際に分かっている方もかけないのでいらっしゃると思いますけども、実際はテレビ CM で成り立っています。でテレビ CM の広告を何億とかいただいているからテレビ局っていうのはもらうわけです。でここから CM 料金としていただいた広告とかを、出演者ですね、スタッフとか、あとは芸能人ですね、質問が分かんない、なんと雰囲気だけ、雰囲気だけで芸能人だからかなと思いますけど、そんな感じで払い出されます。スタッフ、芸能人に払い出されます。で、こんな流れなんですね、基本的には。で、なぜ芸能人たちが稼ぐかっていうのは、このお金が莫大だから企業がテレビ局に払うというのが莫大です。で、なぜそんなに莫大なお金を払うのかっていう、そもそも論なんですけれども、ここめちゃくちゃいっぱい人見てますよね、もう何十万人。日本人の人口が約1億ですけども、そうですね、1億だと、3000万人とか、全部だと思います。その人たちに CM を打てるっていうから、企業は払うわけですね。皆さん今ビジネスされている方、されてない方いらっしゃると思いますけれども、もし自分がこちら側で、これからビジネスやっていく方、今やっておられている方いらっしゃると思いますけれども、ここの方、ここが自分だと考えていただければすごい分かりやすいと思います。自分が広げたいサービス、自分が伝えたいこと、自分が広めたいものとか、商品とかあると思います。それをこっちの人たちに一撃でリーチできるって言ったらすごいことじゃないですか。何パーセントの人が制約するか分かりませんけれども、これってすごいことなんですよ。だからテレビ局って儲かるんです。この人たちがいるから、この人たちが見てくれる前提で企業さんにオファー出せるわけですね。1億円でこの枠買わないかとか、15秒で1億円とかするんで出るんですけど、深夜枠、テレ東の深夜枠とかであれば、そうですね、15秒で1億とかで買えます。メディアは。で、話戻しますけれども、ブログっていうのもテレビ局なんですね。ブログしたり、Facebookここがメディアなんですね。で、皆さんが今やること、これからやることっていうのはメディアなんです。テレビ局と同じです。だから、ここを作ってこっちを集めてしまえば、ぶっちゃけもう無敵なんですよね。実際、自社、アメブロを今回やってもらいますけども、アメブロは広告とか貼りません。ただ、これでね、アメブロをいい感じでアクセスアップしてお客さんも取れて、で PV が増えてってやったら、アメブロから今度自社メディアですよね、ホームページとか、自社ブログ、自社ブログとかにすると広告とか貼れるわけですね。そうすると、ただこれがあるだけで、自分が商品持ってなくても企業さんが依頼してくるわけです。広告貼ってくださいと。分かりやすく言うと、例えば私が、男ですけど女性だったとしますね。で、女性で毎日毎日なんかこうよく言うじゃないですか、なんかこう写真撮って、
今日のボディメイクはこちらみたいな感じでいらっしゃるんですか。で、そう写真をね、めちゃくちゃ歩いてて、で、アクセスがめちゃくちゃある人とかってかなりいるじゃないですか、まあ、芸能人とかよくありますけど。で、そういう方が例えば1万 PV とかありますよね。1日、まあ、1万 PV から10万 PV ぐらいあります。あるかな。で、10万人いるわけですね、その見てくれてる人が。っていうのはもうこれ、もうテレビと同じなんですよ、メディアだと思ってくると。そうすると、私がこれを書いていって、毎日ファッションに関係する人たちの10万人いるわけじゃないですか。そしたら、例えば今日のね、セクシーとかアパレルをやってたとしたら、私に1日、少しでいいんで広告出してください。1日そうですね、5時間ぐらい広告出してください。洋服売りたいんで、ってやったらみんな買うじゃないですか。洋服に興味がある、私のファッションこちらってやってる人たちを見てる10万人がいるわけです。だからもうお金を払ってでもこの人たちに維持したいわけですね。ここの人が例えばアパレルだったらアパレルをいつも紹介していて、アパレルが好きな10万人に、直接この企業さんは洋服を売ることができるんですね。もうこれはすごい、すごく効率的なわけで、これってすごいことなんですよ。だからブログっていうのは強いで、テレビっていうのはどっちかっていうと誰でも見れる、誰でも面白い番組とかばっかりじゃないですか。で、ブログとかこっちの個人ブログとかっていうのはどっちかっていうと興味がある人しか来てないわけで、興味がある人に直接リーチできるって企業からしたらもう半端じゃないすごいことなんですよ。1回例えば10万円でここの人に広告出してもらって宣伝してもらって、で、洋服が100万円分売れたら出しまくるじゃないですか。普通に考えて90万出しただけで90万儲かるわけですから、それはもう費用対効果半端じゃないですよね。だからそういうようなことが無料でできるんですよ、私たちのブログという媒体で。それがめちゃくちゃすごい。で、なぜ、最近ですか、最近で言うと、まあ、YouTube で言うと、まあ、ヒカキンさんとか、まあ、あの辺の YouTuber と言われる方いますけども、あれはもうほとんどテレビに近いですよね。だから稼いでますよ。で、芸能人はなんかプロダクションやなんやとかってあって、なんだかんだ惹かれて自分の給料になりますけども、ああいう今をときめく YouTuber さんとかっていうのはもう全部自分に入ってきますよね、出演料っていうか広告料が。だから儲かるんですよ。だから今からやるブログ、そして、まあ、これから育てていくブログっていうのは、自分がテレビ局を作るっていうようなイメージなんですね。で、出演者は自分だったり、あとは、まあ、友達だったり、あとはビジネスを一緒にやってビジネスパートナーだったりっていうのを出演させて視聴率をさせるわけですね。あとは美味しいものを食べたら美味しい食事をのところを撮ったりとか、あとはまあ有名人を見たら写真撮ってアップするとか、そういう風にやっていくとどんどんアクセスっていうのは上がってきます。それはなぜかっていうと、テレビと同じで面白い記事、面白い写真、美味しそうな写真、綺麗なもの、いろんなものを上げていくと視聴率が上がるわけですよね。そうすると PV が上がって物が売れるようになるということです。ここの今からねやるブログ、私も、ブログのセミナーとか、コンサルティングとかやっておりますけれども、先ほどね、冒頭でも言いましたけれども、結局は記事を更新しなきゃいけないんですよ。それがめちゃくちゃ大変なわけじゃないですか。だから、いろいろ言って、記事更新してくださいって言ったりとか、どれだけすごいかっていうのを説明して、だから記事を書いてくださいって言っても難しい部分はあるんですね、正直。記事を毎日更新したりするっていうのは、ただこうテレビ局を作っているというようなイメージで
で、それさえ作れば最強なんだよっていうのを最初に頭に入れていただいて、これから進めてほしいなと思っております。で、ブログもそうですけどもメディア、こういうね、最強の自社メディアを作るということですから、はっきり言ってそんなにね、簡単にできるものではなかったりもします。多少はやっぱり時間かかりますね。認知されてたりとか、あとはまあファンがついたりとかっていうふうにしないと、結局は PV が伸びないというような状態になりますので、これから、今日お話しすることはタイトル、サブタイトルですね、ブログの付け方、タイトルの付け方、タイトルの付け方っていうのを、お話しさせていただきたいなと思います。今ですね、テレビの話をしたのは、どれだけね、これからやるものがすごいものかっていう、まあね、ブログやってますとか、よく、Facebook やってますとかありますけども、ここのね、一番重要な部分を皆様認識せずにですね、とりあえずやってしまっている方が非常に多いです。本当にね、問い合わせとか来ますし、昨日ね、懇親会で来ていただいたサロンさんともいらっしゃいますが、本当にブログを始めて、1ヶ月、2ヶ月で、テレビから取材が来るんですね、普通に、雑誌とか。そうすると一気に PV が増えて、で一気にお客さんが来たりとか本当にするわけです。で、YouTube もしっかりですけども、本当に頑張れば取材来ます、普通に。だからそれも踏まえて頑張ってほしいなと本当に思います。で、取材が来るのっていうのは先ほども言いましたけどメディアですよね。なぜ取材が来るかっていうのはブログがありますよね。で、例えば、今だったら年賀状シーズン、昨日は来てなかったですけども、私のクラスの中の一人でいらっしゃいます。筆、書道家の人ですね。書道家の先生の方でいらっしゃるんですけども、その方は、ブログやる前は、まだサラリーマンで副業でやっていた感じの先生でしたが、ブログを始めて、問い合わせが来て、テレビの取材とか雑誌の取材とか来てから、独立して書道教室を今やっています。そういう方もいらっしゃいますが、その方が、年賀状ですね。年賀状の記事を11月ぐらいから、1年前ぐらいですかね、11月ぐらいからもう書きまくって、毎日年賀状はこう書きなさいとか、こうね、かっこよく筆ペンで文字を書く方法みたいな記事をアップしまくってたんですよ。そしたらテレビの方がこのブログを見て問い合わせをしたわけですね。で、私が例えばテレビ局だったとしたら、やっぱり特集やりたいわけですよ、視聴率伸びるんで。年賀状をね、今年の年賀状どうしますかみたいな、美文字なんとかテクニックとかやりたいわけですよ、多分僕が、ね、テレビ局だったら視聴率がありますから絶対。だからじゃ その出演してくれる先生の方とか、どうしようかなって思った時にやっぱりネットで調べるんですよ。書道家、年賀状みたいな。そしてこの人のアメブロの記事がヒットしたんです。で、この人すごい面白い、ちゃんとブログも更新してるし、ちゃんとした先生なんだなと。でそこで個性もね、ブログでプロフィールとかも書きますから、個性も面白かったりすると、じゃあ出演してくださいっていうような話になるわけです。で、出演したりとかすると、もう一気に PV バーンと上がります。メディアに出演すると10倍から50倍ぐらいアクセスが上がります。一気に本当に100ぐらいしかなかったのが、いきなり1万とかいきます。テレビ見ると本当にびっくりするぐらい視聴率があるっていうのが分かります。どれぐらいの人が見てるのかっていうのが、ちょっと話しとれてしまいましたけども、そういうのも本当にあります。だからこれからも話しますけれども、ブログのタイトルですね、タイトルとかを
絞っていってほしいですよね。僕もこっちのメディアの人たちだったらどうするかっていうのを常にいつも考えてほしいです。自分がテレビ局のプロデューサーだったらどんな人をネット上で見つけたいかっていうようなことを考えてほしいっていう感じです。この人はもう書道家っていうね、こうアメブロのカスタマイズのプロでやってかっこよく書道やってますみたいなね、やってたから、ね、年賀状に特化した書道家みたいな打ち出しをしてたんですよ。だから引っかかるんです。でこれが何ていうんですか、まだサラリーマンだけど書道を頑張ってるブログみたいなね、そんな適当な感じのブログあったら絶対ヒットしないんですよ。わかります？はい、ズレズレ日記とかね、もっとなんかこれから書道をやりますみたいなね、なんとか日記とかで食べ物の写真アップしてイエイとかやってたら絶対取材来ないんですよ。、はい、そういうことなんですね。なのでメディアに取り上げられるぐらいの、絞った記事とか絞ったタイトルとか、なんていうんですかね、目立つ自分しかいないっていうような状態を作る。